2024年1月開始の注目展覧会パート2、戦国博物館東京さんの漆とともに展。漆工芸の展示は個人的に好きなんですよね。いろんな技法があるし、特に細かい職人技を見ると脳がぶち上がります。こちらの館は京都も東京も解説が丁寧で、初心者の方におすすめです。東京都美術館さんの印象派モネからアメリカへ展。この展覧会のポイントは印象派の広がりということで、特にアメリカの印象派に注目したいですね。巡回展はこんな感じです。三国美術館さんの大名茶人織田裏草展。裏草は織田信長の弟で千利休の弟子です。展覧会ではその人生を追いつつ、茶人としての人物像などを紹介してみたいです。戦国武将の茶の湯文化気になりますよね。2月からの展覧会もね、気になるものばっかりなんです。また月ごとに紹介できればいいなと思ってます。よかったらフォローと高評価お願いします。